皆さんこんにちは。今日は佐賀県の主催であります桜チルバの内覧会にこんなに大勢の皆さん方お集まりいただきまして本当にありがとうございます。佐賀県は非常に調子に乗って、今年これ120万枚、誰が数えたのか分かりませんが120万枚、ここにあって、これが非常にフォトジェニック、非常にSNS に発信すると素晴らしいということでどんどん広がって、盛り上がっています。まあ、そういうことで、これから今日は佐賀の日本酒と美味しいおつまみといちごさんということでフルセットで東京の皆さん方にこれからご愛顧いただきたいというふうに思いますので、まあ社会問題になっている空き家ですね、全国の空き家だとか検索だとかですね、そこの再生なんかも含めた、地方創生事業に今力を入れている関係で、今回協賛をさせていただいております。もうすぐ全国的に桜が咲くであろう、このちょっと前にこれだけ満開の桜を前にイベントさせていただいて今日はすごく楽しみにしています。よろしくお願いいたします。さあではね、実際にお座りいただきたいと思いますけれども、去年もっと深くなかったこのお風呂、はい、これ佐賀で作ったバージョンです。あっちバージョン、この逆輸入したんだ。はい、味噌いこれ分かる、この、ね、ほら、これだけでもほら、ね、桜チルバーのメニューとして、こちらの、桜の木をイメージした桜マスなんですけども、全部3種類日本酒の飲み比べができるようになってまして、で取り扱いとしてはこの後ろに全部並んでるんですけど、佐賀の佐賀ん酒全部23蔵元23銘柄で3月の新酒がお楽しみいただけます。いただきます。あー美味しい。なんかやっぱりそのいい甘さですよね。これいちごと一緒にかじるとよりいいマリアージュがあるんですかね。なんかこう佐賀っていう言葉はみんな知ってくれてるけど実は行ったことないんだよねとか電車で通り過ぎただけなんだよねとかっていう人が多いのかなと思うので、ぜひ遊びに来てほしいし、こういう桜チルバーとかで佐賀ちょっとこう飲んだお酒が美味しかったからじゃあ今度旅行で行ってみようかな、温泉もすごいいい温泉があるし佐賀牛も美味しいしすごく楽しめる場所だと思うので、そのいいきっかけになればいいなと思います。待ってます。